この建物は韓国語でビジャンと呼ばれる復官の執務室でした。疎活の地方判事を補佐した人物、ファソンの地方知事は韓国語でファソンユスと呼ばれ、数人の職員がいた。ビジャンとは本来、当時の総督に仕える参謀を意味し、韓国語ではクァンチャルサと言います。彼らの中には、パンオサやスーリョンなど、大規模なスタッフを常用している人もいました。彼らに民間部門をスパイさせるためだ。ビジャンチュンはファソンユス部のビジャンが使用していた建物で、オエジョンイの前で、南を向いています。もともとは1789年、聖祖13年に建立されましたが、1796年、聖祖20年に水利清の建物が修復されました。名前がビージャンチュンに変更されました。ビージャンチュンは、カシロの地方知事が勤務していたボンスダンの近くにありました。復官は常に地元の治安判事と緊密に協力し、彼らは水源過剰の建設に多大な貢献をしました。そして1795年に開かれた中曽王の母の誕生祝宴。韓国の朝鮮王朝の聖祖ファソンハン軍宮殿の設計、施工革新政治のために水原市で活動。ファソンハン軍宮殿にてたくさんの建物が建てられました。準備のために聖祖大王の安全な仮住まい、効率的な管理、新しく建てられた水源箇条、スウォンファソン、城塞。ビーチャンチョンもそんな建物の一つでした。ビーチャンチョンは村長を補佐する秘書たちが働く建物です。中曽大王訪問行事を円滑に進めるため、水原花城城の管理、中曽王が訪問しない平時は、多くの政府関係者が必要だった。彼らが働くスペースを構築することで、それはビージャンチュンと呼ばれていました。聖祖大王政府関係者のために多くの建物を建設する計画だった。水源箇条は繁栄する予定だったと推定されていますが、当時の首都ケキョンと同じくらい。韓国の朝鮮王朝の首都海峡に比べて、当時水原市はあらゆる面でわずか 7% に過ぎなかった。水原市では、聖祖大王を毎年10日間滞在する必要があります。そしてそれは彼にとってとても不快だったに違いありません。聖祖大王は毎年10日間滞在しなければならない父である佐渡皇太子のお墓に行くためです。聖祖大王の安全と快適のために、新しい都市計画が策定された、あるいは豊かな都市にするために、聖祖大王、多くの政府関係者が必要だった。これらの計画を実行する、そして彼らに働くように命じたビージャンチャングという建物で、